肉の町、三重県は松阪市。私たちが世界に誇るは肉の芸術品、松阪牛。ん？つるつるうどん？ん？カレーうどん？そうなんです。松阪市にはカレーうどんを提供するお店が、老舗のお店をはじめカレーうどんの専門店まで多くあるんです。市民に愛されている証拠ですね。ということで、うちの一品第6弾はカレーうどんをご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市内駒狩町にある豊前うどん花あかりさんです。花あかりさんは北九州発祥の豊前うどんを提供しています。そのうどんの美味しさを味わってもらうため、麺は注文を受けてから伸ばして切ります。期間限定メニューをはじめ40種類以上のメニューで、ラインナップも豊富。トッピングのメニューも多くて、人気なのはごぼうの天ぷら。ボリューム満点、すごい。さあ、そんな花あかりさん、うちの一品ご紹介いただきましょう。お待たせしました。花あかり、うちの一品カレーうどんでございます。ごぼうの天ぷら入ってる。つゆも透き通っていて綺麗。福岡出身の大将が向こうで有名なお店で修行してきまして、のれん分けとしてこちらで出させていただいてます。大将こだわりの自家製麺とだしで、麺は透明感があって独特の食感で、皆さんすごく驚かれます。福岡では定番のごぼうの天ぷらがうどんに乗ってます。ぜひ味わってみてください。こだわりの麺はとっても綺麗。食べたい。メニューが豊富なのも嬉しいですよね。今回ご紹介した豊前うどん花あかりさん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。